こちらは、2020年度後期コミュニティカレッジ新型コロナウイルス感染症と日本の問題の動画です講座開始に先立ちまして、えー、皆さんにお願いがあります、えー、動画の内容は30分程度です、えー、省略している説明につきましては、えー、添付している PDF ファイルを参照願います本講座の動画及び資料の取り扱いについてはコミュニティカレッジ事務局からの注意事項を遵守いただくようご協力のほどよろしくお願いしますそれでは講座を始めますまず講師の自己紹介からさせていただきます 私がこの講座を担当します井上宏樹と申します人文学部の子ども発達学科に所属をしております専門は教育学などです本講座の概要について説明します 新型コロナウイルス感染症とその対策が進む中でこれまでは多少の違和感程度だった日本にありがちなことが巷の論議を呼んでいます。本講座ではこのうち新型コロナという略称自粛警察の2つの話題を取り上げ新しい生活様式で気をつけた方がみんなで気持ちよく えー、暮らせせるポイントを提案させていただきますこのあと、えー、画面の都合上、えー、私の、えー、画像はここで、えー、省略させていただきますそれでは次の画面をご覧ください、はいえー、早速ですが最初の話題です 新型コロナと流略症について考えていきましょうこの私たちの生活を一変させたあの感染症について皆さんは何と呼んでますでしょうか普段の会話でどういう言葉を使っているでしょうかメディアなどでよく使われる用語としては新型コロナあるいは単に コロナ、あるいはコロナ禍、この化というのはこの関連する影響、まあ、災難というのを含んでいるということですがこのような使い方が多いのではないでしょうかちなみにこの、えー、新型コロ,コロナの正式名称は皆さんご存知でしょうか 正式名称は、国をはじめとする日本の行政機関では、新型コロナウイルス感染症と言います。WHO、世界保健機関が決定した正式名称は、コロナウイルスディゼーズ2019、日本語訳をすると、2019年に確認されたコロナウイルスによる病気。 これを略して CO COVID-19COVID-19 と言います。ということですが、先ほどの略称、この正式名称との関係で本当に適切なんでしょうか実はこんな ことがありましたこのコロナという言葉が一人歩きをして困った人々がいるということなんですこちらのストーブこの石油ストーブでおなじみの株式会社コロナコロナという言葉がかぶっているわけですしかもこの会社は コロナブランドということで次の快適を作ろうということで、えー、CM などでも有名な会社ですがこの新型コロナなどと報道されるたびに悪いように連想されてしまうとそのことで社員や家族特にその子どもたちが 偏見や差別にさらされれるこことととが危惧されたということですそれを心配した社長からのメッセージ広告が6月の13日、新潟日報に掲載されるというようなことがありました。資料につけておきますので、ぜひ読んでいただければと思いますが、このように報道による バッ地の対応に追われた人々がいるという事実があります。果たしてこれは仕方のないことなのでしょうか。そもそも、このコロナという略称は、現象を的確に示しているのでしょうか。皆さんがここまで苦しんでいる理由は、 新型のウイルスだから治す方法がないということで苦しんでいるのではないでしょうか。さらに、これは未解決の感染症だから大変なことになっているわけです。そういう趣旨を的確に伝える意味では、新感染症でもよかったのではないかと。 私は思いいますが、いかがかか。でしょうかそもそもこのインターネットの情報があふれる現代においてこの略称を使い続ける必要はあるのでしょうか見出しも含めてインターネット上の利数制限は印刷で発行する新聞等々と、えー、比べても緩いというふうに言われています。 場合によってはどうとでも編集できるというふうに言われている中で実際の記事やニュースの本文では大半が新型コロナウイルス感染症と略者つ使っているようですこのような高度情報化や多様化社会が 進む中での情報伝達のあり方いろいろな配慮をしなくてはいけないというふうなことが言えるのではないでしょうかつまりあらゆる読み方を想定しないと誤解を生むことがこのように出てきてしまうということですさらには多様化が進む中で事前情報や背景知識の全く異なる人々が 同じ情報に触れるということを前提に考えなくてはいけないということなわけです。よってこの略称は COVID-19 もしくは新型コロナウイルス感染症行政が使っている名称そのままを使うというのが適切な表現だと、えー、私は考えます。 ここまでの話ですと、マスメディアが気をつければ良いという話に聞こえるかもしれません。ただ、先ほどのコロナの話題も含めて、私たちがインターネットなどで先ほどのメディアの略称をいろいろなところで使うことによって、実は伝える側にもなっていることに留意をしなくてはいけません。つまり、インターネット を介した情報というのは口コミも含めてさまざまな形で伝わっているそういう情報を使っているだけでいろんな人に伝えている側に私たちはなっているというところをよく自覚をする必要があるということですそういう意味では私たちはこの膨大な情報からのばれることなくして いろんな人とコミュニケーションも取れないということであるのでこの情報をどう使うのかということは常に考えなくてはいけない問題であるということですつまりは情報の内容だけでなく伝え方の適切性も含めて常に吟味をするそういう習慣を私たちは身につけなくてはいけないそういう時代に来ているということが この話題から学べるのではないでしょうかそれではここからは二つ目の話題自粛警察の話題に移りますこの新型コロナウイルス感染症対策が整備強化されるに伴い この自粛警察という言葉、皆さんニュースなどで耳にしたことがあると思います。例えば、こんな事例で使われていたかと思います。まずは、家の外でマスクをしていない人に対し、強い表現で罵倒する。 県外ナンバーの車を見つけたら手当たり次第に傷つけたり危害を加えるようなことをする人たち。さらには近所の食堂などを含む飲食店に対し噂などを根拠に店を閉めろと張り紙をしたりインターネットで強い表現で批判。 場合によっては誹謗中傷をするというような話が報道されていたかと思います。この自粛警察というのはどういう意味なのでしょうか。えー ウィキペディアに比較的参照がしっかりした形で説明がされているのでこちらを少し引用しました要はですねこの自粛要請に応じない個人や商店などに対して個人的に取り締まりや攻撃を行うという人たちのことを指している、まあ、俗語 特にインターネットで使われますからインターネットスラングということですまあインターネットスラングで例えば笑っている表現の代わりに W を書いて草というふうな表現をする人たちがおりますがまあその類の言葉とも言えますでこの自粛警察という現象は この新型コロナウイルス感染症の流行によって出てきた社会的風潮だという説明だということなんです実際の事実からするとそのような説明で良いのかと思いますが、えー、少し視点を広げてあるいは少し、えー 疑問を持ちながら一緒に考えていきたいと思いますが、この自粛警察と言われる行為を問う視点を4つ挙げました。1つ目は、どのような基準や価値観で攻撃、行為に及んでいるのかということ。2つ目、実際の事実確認はどうなっているんでしょう。 3つ目この行為そのものに違法性はないでしょうか4つ目このような人々は本当に新型コロナウイルス感染症に出てきた新しいタイプなのでしょうかそれとも似たような人たちは以前からいる可能性はないのでしょうか まず、一つ目の視点を一緒に考えていきましょう。自粛警察に及ぶ人たちの基準や価値観です。先ほどの事例に即して考えていきたいと思いますが、えー、このような人々の思いとしていくつか、えー、インタビューなどで明らかになっていることがあります。一つ目は、 いわゆるマスクなど対策を取らない人が自由に行動しているこの犠牲になりたくないというような気持ち二つ目行政が女将がマスクをしましょうなどと言っているのになんで言うことを聞かないのだつまり和を乱すものに対する怒り三つ目としては ある種の不安や正義感の強さがこの問題に関しては例外などないのだという思い込みに至っているまあ正義感という一言にまとめられるのかもしれませんがこの正義適切なものなのでしょうかどうも行政の出している情報要請をよく読んでみると そうういいこことととはは単純ではないということが分かってきます例えば家の外ではマスクをしなければならない誰もが例外ないのでしょうか確かに国はマスク着用を推奨しているのは事実です。 マスクで予防できる根拠としては飛沫感染や接触感染というのが挙げられていますただこのマスクに関しては絶対必要というマストではないんです別の危険があったり3密と言われる条件を避けられるのであれば不要であるということも強調しております 例えば熱中症の危険今年の夏も暑い日がありましたこういう危険性がある場合はスポーツをする時などを通じて3密を避けられればしなくていいむしろしない方がいいとさえ言っていますさらには乳幼児に関しては窒息などの別の危険もあるので気をつけてくださいよというふうなアナウンスもしており さらに、直近の研究発表では、乳幼児に関しては、マスクをしなくてもリスクは変わらないという研究結果も出てきているようです。さらには、アレルギーや障害の特性などによっても、無理やりマスクをすることによって、しなくてはいけない生活をすることによって、 別の問題が発生すするるとといううこともあるようですつまりは、マスクの着用が求められる場合の条件を適切に把握しないと別の健康問題を引き起こす危険性があり、その配慮を行政側は細かく把握し、アナウンスを実はしているのです。 もう一つの根拠。県境を越えた移動は自粛すべき。国の緊急事態宣言の期間中、4月から5月にかけてですが、この時は外出そのものを極力自粛するように要請をしていた。これも事実です。安倍首相は緊急事態宣言の 会見にあたって接触の節削減を強調しておりましたこの後緊急事態宣言が解除された後この後は不要不急の旅行や帰省などの県境越え移動の自粛が要請されていたのも事実ですしかし国としては7月22日出発分から Go to 事業が実施をされました東京都を礼儀する場合を除き3密回避などができればむしろ旅行や帰省などが推奨されているというような状況になったわけです。ということで国の政策を見ると 日が経つにつれて基準が曖昧になり、これが都道府県や地域の行政の決定にも大きく影響をする。特にお盆の規制に関してはニュース等でご存知の通り、知事の見解が真っ二つに割れてしまいました。また 都道府県ごとや感染状況ごとに目まぐるしく陽性内容が変化をしています全国ニュースでは感染者が多い都道府県の施策が東京や大阪などを中心にこと細かく報道されていく中で自分の地域は一体どうだったのかなということでよくわからない 情報が錯綜している状況になった人も少なくないのではないでしょうか三つ目飲食店は営業を自粛すべきすべてこれはどうでしょうか実際に報道等では 集団感染の発生源として「夜の街」という言葉が頻繁に取り上げられました特に接客を伴う飲食店がやり玉に上が,り上がるという事例も、えー、地方では見られました感染者の多い都道府県を中心に「夜の街への自粛要請が相次いだ」というのも 報道でご存知かと思います一方国の新型コロナウイルス感染症対策としてはどの内容に落ち着いたかと言いますと「実は飲食店どころか食事に関しては家庭内でも3密回避を要請する中で向かい合わせで食べないでください」などさまざまな注意事項が 要請されています具体的には1日のない向かい合わせの会食というのは避けるようにということです一方で三密対策ができている飲食店に関しては実は何ら制限がなく、えー、国や社会として必要な仕事の中に食堂などが入っていたりするのも なかなか知られていない話であります。結論から申し上げますと「飲食店全体に対する自粛要請は自治体レベルを含めて出していない」というのが結論であるということなんです。もちろん小規模な飲食店の場合は3密を避けた営業はできない。 ということもありますので、実質的な部分に関しては、えー、ともかくということにはなります。つまり、この飲食店全体に対する自粛要請は出てないわけですが、そういうふうに思う人たちが少なくなかったわけです。例えば、 夜の街や国の用語としては接待を含む飲食店この言葉が一人歩きをした可能性が考えられます報道では各地の繁華街の酒を提供する飲食店やカラオケ店からのクラスター感染それに伴う自粛要請がたびたび報道をされているその結果飲食店 そのものイコール自粛すべき業態というバイアスに陥った人たちが相当いるのではないかというふうに推測されます結論から申し上げますとこの自粛警察のターゲットを判断する基準というのは非常に曖昧であったり個人的解釈まあ、えー な理解というのが相当入っているというふうに言わざるを得ないこれは本物の警察ではやってはいけない場合によっては違法逮捕などで処分もされるわけですですから自粛警察の場合は本当に警察としての基準を正確に持っているかどうかということでは 大きなな疑問をを持たざるを得いいととうことでありますさらに警察本物の警察の場合はもちろん違法行為の事実確認を丁寧にやった上で逮捕などいわゆる権利を拘束する、えー、行為に出るわけです。もちろんこれに間違いミスは 許されないわけですでは自粛警察の事実確認はどうなってるでしょうかこちらは不当な批判罵倒を受けた事例つまりとばっちりを受けた人たちの事例をいくつか紹介をしておきましたこれらを見るとですねかなり事実誤認や不十分な確認で自粛警察が 発動されていいるるとと言えるかと思います噂だけで判断をされてしまった人々ただナンバーが他県であるからまあこれ当然ですがナンバーが他県のものでも他県から来たかどうかっていう証拠には当然ならないわけですそれで嫌がらせを受けましたえー、規制そのものに関してさまざまな報道されている中で 親の体調が気がかりで、まあ、要は理由がある形で規制をしたのに、えー、批判をされた罵倒されたあとは近所の飲食店で夜の街にも関係ないようところでも見せしめろというふうに張り紙をされた先ほどの基準の問題と合わせて事実も非常,な非常に曖昧な警察では本来ありえないような 判断で発動されているととうことなんでですねではこのような形でインターネットで炎上させてしまったりなどこういう自粛警察の行為そのものは大丈夫かつまり違法ではないかどうか最悪警察沙汰になるのではないか。 ということですが、内容によりけりではありますが、報道されている内容では、刑法上でも民事上でも違法行為に問われる可能性があると、えー、法律の専門家の皆さんは警告をしております。えー、刑法上では威力業務妨害罪であるとか、強要罪、侮辱罪など、実は人の家に勝手に入って貼り紙をしたりなんだり、 というのは場合によっては器物損壊罪に問われるということも可能性もあったりしますさらには店の営業に影響をきたした売上が減るなどの問題が起きた場合は損害賠償が発生する可能性もあるとのことでしたつまり社会問題どころか新しい治安問題 つまり、無法行為が横行している中で、これを取り締まらなければいけないというふうになってしまう可能性もあります。実際、今、裁判所などの司法機関も、3密を避けるために処理能力がいつもより落ちているというふうに言われています。この状況の中で、さらに司法を必要とするような事案がどんどん発生するということは、また、 この症の機能を、えー、麻痺させる可能性も極端な話ですが、危険性としては十分考えられるわけです。では、このような人々は、新型コロナウイルス感染症で本当に誕生したという,ふうに言い切れるのでしょうか、ということです。 実は、この私の刑ですね、つまり警察とかを通さずに自分が懲らしめるという私の刑のやり方は昔から日本には存在しています。えー、ただ、本来の死刑はですね、私の刑は一定のルールに従わないものに一定のルールに従って制裁を加えている。つまり、 やり方には秩序が本来あるとということです例えば村八部ですとか、えー、まあちょっと物騒な話にもなりますがリンチこの、えー、かつての死刑私の経には同調性を求める村社会の中で場合によってはその秩序を守るなどの目的があって行われていた集団の目的があって行われていたものです。 繰り返しですがこの基準は個人で判断することはまずもってない一定の権威や取り決めの下で行われているものでありますでは自粛警察につながるような今の私の刑死刑はだいぶ違うような,な 特徴が見られるわけですまずはその問題を起こしたというふうに判断する事象というのはインターネットなどでどっからでも情報が入手できる自分が普段出会っている人とは違う人たちの行動も情報を知る中でいい悪いを判断する一方でインターネットは誰でもが発信できますから 誰に対しても批判、場合によっては中傷などの罵倒ができてしまう。これは個人の価値観判断ですぐ行動ができる。さらにそれに便乗する人が拡散するなどをすると歯止めが効きづらいというようなこと。まあこのような形で相手の顔が見えない中で個人がいろいろやってきたことが 増殖をする中で深刻化していくというような状況になっているわけです。これはいわゆるお互いの顔が見える関係だった村社会の発想とは全く違う、えー、傾向ということであります。で、さらには現在のコミュニケーション形態の決定的に違うところは相手の顔が見えない中でのコミュニケーション。しかも、 現実世界もご近所さんの顔が見えないそういうことが当たり前になっているまあ逆に言いますとインターネット的な状況が現実世界でも共通したコミュニケーションの前提条件になっているという言い方もできるのではないでしょうかつまり現在の私の経営というのはネット の場合は、えー、ネット死刑と言われます。実際、現実世界の間でも死刑というのはあるということです。ネットの場合は、ネットの中で炎上という形で起こりますし、リアルの場合は、かつてはマナー違反などに対して強い口調で、まあ、注意の枠を飛び越えた。えー 攻撃を加えるなんていうことが見られますがこれはリアルでの私の刑と言えると思いますこの今の死刑の共通の特徴としては相手の事情は全く考慮されないということでありますつまりこの自粛警察や類似の今の私の刑死刑の 特徴は顔の見えない関係の中で生まれていることであります。その寄生者宅に帰れの張り紙をした町というのは小規模なコミュニティですから、いわゆる田舎であれば顔の見える関係なわけですけれども、残念ながらそういう状況がない中でこういうような張り紙というのがあったというふうに考えられます。つまり、村8部どころか村10部を 起こすような状況ができてしまっているどっからそういう状況に自分が追い込まれるかわからないという怖さがもうこの現代にはあるということでありますつまりその顔の見えない関係の中にあるにもかかわらずその村社会のような同調圧力の強さは変わらないまま、えー、現代に来てしまったのが今の日本かもしれない とということなんです、ね、一方で、じゃあこの私の刑についてですね、まあ、自粛の刑、自粛警察は全くもってけしからんというような論調に対しても、私は実は疑問に思っています。実は権力や権威に頼らないで集団やコミュニティをコントロールする力は私たちには実はとても必要なことです。自治というのはとても必要なことです。これがないと 警察とか権力がないと社会を秩序を維持できないということになってしまうわけです。その考え方は実は自由や個人を認める民主主義の考え方とは相入れないものであります。つまりこの暴走してしまった私の刑、死刑をどうコントロールするかを日本の中で考えていく必要があるということを私は言いたいので。 ありますここまで2つの話題を通して今の日本の問題を浮かび上がらせてきたわけですそれでは最後にまとめとして新しい生活様式と言われていますがこのニューノーマルの中で 私たちが気をつけるべきことを私から提案をしてまとめに変えさせていただきます。まずは多様性に配慮した言動を心がけ多様性を認める心を持ちましょうということです。つまりは自分は相手の事情を考えて行動します。一方で相手の言動は常に何らかの事情があると理解をして 一方的に切らないということですこのように顔の見えないコミュニケーションが当たり前の世の中では場合によっては言わずもがなというコミュニケーションは通用しないというふうに言われていますので自分たちも事情や意見を発信することを厭わないそういう力をつけていく必要があります。 大事なこととしては、自分の当たり前を相手に押し付けたりしないという発想が大事です。つまり、ニューノーマルで言われていることは、えー、生活様式についてですが、もっと大事なことではあるのではないかということです。先ほども申し上げた通り、言わずも長の同調圧力で、 日本は会社や学校などの集団を作ってきました。常に顔を合わせて、まあ、場合によっては監視し合うと。そういう中で秩序を保ってきましたが、これはもうできないのだと。今度は様々な個人の価値観や事情を認め合うような集団やネットワークというのを作るということがないと、おそらく、えー、個人がまとまると。 いう集団とととしてまままることはもうないと思い思すですので新しい集団の作り方人間関係の作り方を一緒にあらゆる世代の垣根を越えて考えていくことが実は日本の課題であるというふうに言えるのではないでしょうか実は 新型コロナウイルス感染症にはこれが正解と言い切れる対策は十分に確立しているわけではありません実は空気感染説についてもまだ否定はされていませんので本当に今の対策が大丈夫かどうかというのは全く予断を許さない状況でありますさらにはこのような状況の中で今回の対策はこれも 政策文書をよく読んでいただけると分かることですが感染のリスク、確率をコントロールするさらには日常的な経済活動と医療体制の維持を両立させるとこれが目的であるということが明示されているわけです極論で言いますと常に全員が自粛要請を遵守することは想定されていないしそうしないと対策は有効ではない ということを言っているのではないことに留意が必要です。これが本当の最後になりますがグローバル化による多様化、高度情報化の下でまさしく新型コロナウイルス感染症のような思いがけない出来事が起き対応しなければいけない。 不価値くじが見ないというのがこれからどんどん出てくるわけです。じゃあこれらの問題をどうするか2つ選択肢が実はあるというふうに言われています。1つ目は1つの正解を追い求めていって他の答えを徹底的に排除する社会1つの答えが正しいという社会にするもう1つは適切な解少し幅のある 正解があるのではないかということをみんなで話し合ったり認め合う中で社会自体を包容力の高いいろんな人たちがいられる社会にするこのどちらかの道があると言われています。それではこの日本はどちらに住むのかそれを決めていくのがこれらの日本の問題の回答ということなわけです。 非常に難しい問題ですし、時間は無制限。ただ、これは一人で考えるというよりかは、みんなで相談をするもっと言うと、人生レベルの試験という言い方もできるのではないかと思います。この問題は、まさしく、新しい障害学習、社会教育の主題であるとも、私は考えます。このような、新しい社会の作り方を 一緒に考えていくということも含めて、新型コロナウイルス感染症にどう向き合うかをさらに一緒に考えていける、まあ、ここの問題に対して、より深く学べるような機会を札幌学院大学は提供していきたいと思いますし、私もその一つ、 お役に立てればというふうに考えてこの講座を企画しましたそれでは今日の講座これで終わりにします最後までご静聴いただきありがとうございました